ペナントレース開幕に向けて新生岡田阪神は前パイレーツ AAA 所属のジェレミー・ビーズリー投手の獲得を発表しました。岡田監督といえば2005シーズンでリーグ優勝を果たした際、勝利の方程式としてジェフ・ウィリアムス、藤川、久保田の JFK を形成し、勝ちパターンの系統策を作ったことはあまりにも有名です。そして今回ビーズリーの入団が発表されたことで、早くも岡田第二次政権の勝利の方程式は AKB との声が出ています。そこで今回は某アイドルグループにちなんだ AKB 岡田阪神バージョンの真相と、どれだけ阪神の投手陣が充実しているかについて迫りたいと思います。 A って誰？まず皆さんは A って誰だと思いますか？それは2022シーズンで大躍進した湯浅敦樹投手のことです。 A は敦樹から取っています。湯浅は聖光学院高校時代、腰痛が完治するまでマネージャーをしていました。3年時の甲子園大会ではベンチ入りメンバーから外れました。高校卒業後、独立リーグの富山 GRN サンダーバーズを経て、2019年ドラフト6位で阪神タイガースに入団。2021シーズンまで腰痛、右足の肉離れがあり目が出ませんでしたが、2022シーズンで突如才能が開花。調子よく投げていましたが、6月中旬に積極的休養。金村投手コーチが後に生きてくるから今は休めの説得にも納得せず、金村コーチ、矢野監督2人から説得され、しぶしぶ休養に応じたのでした。それが後で生きました。2022シーズン甲子園で最終戦となった10月2日の対ヤクルト戦では、4回に2番手として登板。28試合連続となる無失点記録も達成し、45ホールドポイントも挙げました。その結果、最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得。23歳での獲得は2021シーズンに獲得した日本ハムの堀瑞希投手と並び、歴代最年少記録となりました。残念ながら新人王には至りませんでしたが、セリーグ新人特別賞を受賞。これは日本プロ野球界における史上初の独立リーグ出身の投手タイトル受賞者となりました。湯浅は10月に、あの時休養させてもらって本当に良かったと語りました。金村コーチの好判断、周りの人にも助けられていたんですね。2022シーズンを大躍進によって守護神スアレスの穴を見事に埋めた湯浅、その活躍に阪神 OB のレジェンド投手たちも絶賛しています。佐藤義則のコメント、抑えは湯浅が適任だ。たまに力があり三振を取れるのがいい。フォアボールを出すイメージもない。小山正明のコメント、彼の一番の良さは直球のキレが良いこと。きめ細やかなコントロールはないが、要所要所で腕を振って投げるストレートにキレがあるから、フォークがベース板の近くでワンバウンドしても打者が振ってくれる。内容にばらつきがあるとはいえ、経験が少ない中でよく頑張っている。今やリリーフエースと言えるのではないか。もはや2023シーズンの抑えは湯浅と太鼓判を押したレジェンド投手たち。現段階で湯浅は抑えの最有力候補であるのは間違いないでしょう。なお A に当てはまる由来となった湯浅敦樹と書いて敦樹と読ませる名前は珍しく、自分で自分の都を築けるように、己の道を進んでいけるようにとのご両親からの熱い思いが込められた素敵な名前です。湯浅自身も2022シーズン中の選手談話の中で、熱々な投球ができたと自身の名前をもじってのコメントを残しています。2023シーズン守護神候補ナンバーワンである湯浅には、毎試合熱々になるであろう白熱戦を締めくくる活躍に期待します。K は唯一の生き残り外国人。2022シーズンにはガンケルやマルテといった7人もの助っ人外国人選手を擁した阪神タイガース。岡田新体制となる2023シーズンには、
うち6人の助っ人外国人と契約しないことが発表されました。そして唯一残留となったのがカイル・ケラー投手です。 K はケラーから取っています。ケラーは絶対的守護神だったスアレスに代わり2022シーズンの新守護神として期待され来日しました。3月25日京セラドーム開幕戦、1点リードの9回表に初登板、先頭の山田哲人にホームランを打たれ同点、さらに村上にヒットを許した後サンタナに決勝ツーランホームランを打たれました。ここから阪神は暗黒時代に戻ったかのような魔の9連敗にはまることになります。一度は8対1でリードしていた開幕戦を敗戦で迎えるとは、しかも最終回に逆転されるとは、スアレスがいてくれたら、開幕戦が勝利だったならヤクルトの独走を許さず阪神が首位争いをしていたのではと思わせる試合でした。ただの開幕戦敗戦ではなかったような試合でした。ケラーは次に登板した3月31日広島戦でも敗戦投手となり守護神降格を告げられました。6月19日から見事に復活、抑え続けて信頼を取り戻していきました。8月には岩崎に代わって守護神の座に返り咲くと17試合連続無失点と安定した活躍を見せました。ケラーの持ち味は最速157キロのフォーシームと大きく曲がる縦のカーブ、その2つの球種で勝負し奪三振を量産するところです。さらには努力家の一面もあります。2021シーズンオフには新球種としてスライダー、カットボールを習得しました。また2022シーズン来日後に味わった2軍降格時の5月には新たにフォークボールも習得、1軍復帰後は再三にわたってフォークボールを決め球として投じています。そしてそのフォークは阪神入団後に湯浅から教わったものなのです。湯浅から受け継いだフォークボールも取得した努力家のケラーには AKB を担う一番手としての期待がかかりますね。 B は未知数。最後に B は新加入外国人投手ジェレミー・ビーズリーのことです。ビーズリーは1995年11月20日アメリカ生まれの27歳、身長191センチで体重が109キロと大柄な投手です。右投げ右打ちで2017年にエンゼルスと契約、その後2020年1月にはダイヤモンドバックスに移籍、同年8月にメジャーデビューしました。翌2021年4月にブルージェイズ、2022年8月にはパイレーツと渡り歩いています。しかし膝の故障もあり2022シーズン中盤からはAAAでプレーしました。では膝の故障持ちではないのかと疑問視された方もいるかと思いますが、2022シーズンオフにはウィンターリーグで登板、メディカルチェックを受け通年は問題ないと判断されたように膝の不安はなくなっています。そんなビーズリーの主な球種はストレートとスライダー、チェンジアップ。メジャーリーグでの通算成績は18試合で1敗、防御率 5.84 とあまり良い成績とは言えません。しかしビーズリーの目を見張る点はメジャー通算で24回と3分の2を投げて33個の三振をマークしています。そして奪三振率は驚異の 12.04 を誇ります。そんなビーズリーにはケラーとの兼ね合いもありますが、三振を取れるということでセットアッパーとして期待を寄せられ、今回の獲得に至りました。しかし現段階では未知数のビーズリーですが、メジャーでの奪三振率が物語っている通り、岡田監督が描く勝利の方程式にうまくはまれば来日1年目からの活躍には十分に期待が持てそうです。そんな三振を取れる助っ人外国人に対して高木豊氏は自身の YouTube チャンネルにて、高低にもコントロールをつけられる、これは現代野球に合っている、阪神はいいのを見つけてくるねと語っています。またビーズリーの球種とメジャーリーグでの奪三振率についても、中継ぎ、そういうところにいてくれるピッチャーは最適、
捕手が高めに構えているところに投げられる。現代野球はアッパー気味で煽り打ちが多い。だから高めのフォーシームは非常に有効だろうと分析しています。阪神の勝利の方程式はどうなる？岡田監督は試合の終わりから考えていく監督です。 JFK の時も先発投手が6回まで投げてくれればあとは JFK で逃げ切りを図れるように投手陣を整備しました。2023年も中継ぎ抑えから投手を組み立てています。抑えは湯浅です。2022シーズンの活躍は圧巻でした。三振が取れるタイプで強く腕を振るのでフォークがワンバンしたとしても空振りを取れます。スアレスを教訓にして抑えは日本人投手がいいです。その理由は外国人投手は調子がいいとメジャーに帰ってしまうからです。三振が取れる若い湯浅が一番でしょう。このままいけば藤川球児の域に到達できそうです。ドラフト6位からの大活躍も心情が入ってしまいます。7回8回は岩崎、ケラー、岩貞、浜地、梶谷、石井大地がいます。ここに新外国人ビーズリーが加わり、馬場、小林圭介が復帰するでしょう。人材豊富で調子の良い投手を選んで使えますが、岡田監督は JFK のように固定すると思われます。湯浅、ケラー、ビーズリーで AKB だと話題になりましたが、未知数のビーズリーが活躍しなかったとしても十分埋め合わせができます。阪神 AKB が無双、中継ぎ抑えがえぐいのまとめ。いかがでしたでしょうか。投手陣が整備できなくて困っている球団はたくさんありますが、阪神投手陣がいかに充実しているか、阪神の勝利の方程式中継ぎ抑えがどれだけえぐいかお分かりいただけたと思います。岡田監督は内野守備を特に大事にして守り勝つ野球をしていくように見えます。守備からリズムをつかんで少ないチャンスでタイムリーが出そうな気がしますね。あなたの勝利の方程式、阪神の勝ちパターンがありましたらコメント欄で教えてくださいね。今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。